こんにちは、森です、今回はですね、前回の動画でやるとか企画した池野さんにちょっとインタビューという形でお話を伺ってきたんですけど、ちょっと今回はですね、その今回うちの職人の一人にですね、ピピンさんにちょっとインタビューをしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はちょっとうちの染色職人のピピンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まあね、今回、前回のアルトガの動画関連ということで、ちょっと職人さんにインタビューという形なんですけど、ちょっとアルトガの染めた、こういうこだわりを持っているとか、そういう染めの前に、ちょっと職人のね、ピピンさんのちょっとパーソナル部分もちょっと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。湯枠に入る前は何を、どんな仕事をされてたんですか？飲食店、キッチン。あ、そうなの？知らなかった。あ、そうなんだ。え、何系ですか？最初は居酒屋でしたけど、その後はもうずっとカフェを転々と。それ急に変わりましたね、湯枠のね。なんで急にシフトチェンジしたんですか、仕事を。本当は、そういうことはしたかったんだけど、そういう求人とかないし、最初居酒屋で、キッチンの仕事が慣れてきたから、それしかないかなと思って諦めてた。でも接客が苦手だから、中にずっといました。たまに外に出されるともう手が震えて、水を運ぶのも大変でした。それで、なんか見つけたんですか、求人に。どういうきっかけだった？求人見つけて、なんかたまたまカフェが閉店するってなって、なんか仕事を探すときに、また飲食店かなって思ったけど、ちょっととりあえずものづくりで検索してみたら、ちょうど出てて、余白が。すごい革小物とかも好きだから、面白そうと思って、落ちると思ったけど受けました。どうですか、その飲食とか、ね、全然違うじゃないですか、実際こっちに来てみて。この仕事の感じ、前よりいいなとか、充実してるなみたいなあります？利害がすごい。どういう時に？染めた後もそうだし、仕上げとかした後でも。なんか飲食店だと何にも感じなかったんですけど、飲食で感じてる人もいるから、人それぞれですからね。本人としてはね、一応ものづくりやりたかったわけですもんね。だからなんか形に残るものを作りたかった。趣味で何かやってたとか、そういうわけじゃないですもんね。何かやってたんですか？何か作ったりしたんですか？財布とか作ってました。あ、そうなの？天職じゃん。あ、そうなんですか。もう手縫いですけど。あ、そうなんだ。何でもなんか見て興味が湧いたものは何でも作ってみて。本当に好きだったんですね。そう、なんか何やってるか楽しいです。もう全部包めますもんね。染めるのが一番。それ最高っすね。綺麗にできた時は押しちゃうみたいな。汚い時は捨てたくなる。プライドですね。じゃあちょっとね、次はアルトガについて聞いていきたいんですけど、はい、まず今2色ね、2色ピピンさん出してますけど、じゃあちょっとこの目覚めから聞いていきましょうかね。そのなんでこの色を生み出したみたいな、ちょっと背景的なものをいいですか、聞いても。はい。明るい色にしたかったのと、爽やかにしたかったっていうのが最初。いや、青系とかが好きなので、自分が自分の好きな色を最初はやろうかなと思って、あの色にしました。どうしても大丈夫です。色にしました。で、モチーフがあれなんですよね、天然石のフローライトっていうんですか。はい、色とデザインだけじゃなく、なんか意味を持つようなものを作れたら面白いかなと思って、こんな意味持つし、いい意味だったんで、これにしました。先週からですかね、店頭にも見本を置いて、これなんですけど、
この店頭ね、店頭でこういうサンプルを見てオーダーできるんで、先週始めたばっかなんで、もうめちゃめちゃ人気ですからね、やっぱね。すごい。ありがとうございます。担当できるか不安で。大丈夫、大丈夫。そしたら次はこれは、セブンカラーで合ってます？読み方。セブンカラーズ。セブンカラーズね、はい。パステルカラーがやりたくて、うん、で私はロクアンシエルって好きです。全然言っていいよ。全然言っていい。ラルクが好きなんですけど、うん、それで最初虹にしたいなと思って、それから染め始めて、なんかその境目とかがないように、つながってるようにしたかった、うん、でもなんかラルクアンシエルのタイトルだとちょっとそのままパクってるみたいになるんで、他のアーティストの好きな曲からタイトルを取りました。あ、そうなんだ。歌詞もなんか結構その心の移り変わりみたいなのとかを表してて、これにすごい合ってるなと思って、セブンカラーズになりました。でもこだわりは今言ったもんね。ありますね、こだわり、うん、普通に染めるとパステルカラーにならないんで、すごい薄めに入れるけどちゃんと色が出るようにしていくのと、滑らかに染めるところ、染めたところが、うん、こだわりです。目覚めは何かあります？目覚めのこだわりは違う色を隣り合わせにしてるんで、うん、それをなじませるところ、そこがなんかパツッとならないようにしようと思って、ふんわり全体をふんわりさせながら陰影もつけたいなと思って、ちょっと後から薄くですけど暗めの色とかも入れたりして陰影つけてっていうのがこだわりです。いいんじゃないですか、うん、恥ずかしい。店舗でもあってこの目覚めが、ね、一番人気ですからね。ありがとう。ブルーがね一番人気だから、青い部分も普通の青じゃなくてちょっとコバルトブルーみたいにしたかった、うん、なんか苦労した点、どっちも同じなんですけど、うん、両方共通してる、はいはい、染料によって染めた線が残りやすいのと、あ、すぐ消えちゃうのとあるんですけど、それが混ざり合うところを、その線を残さずにやらなきゃいけないのがすごい難しくて、目覚めの方はなんかちょっと細くピンクっぽいのが入ってたりするんですけど、その細く入れるのも手で、こう布で普通にいつもの大きい面積を染める時と同じ持ち方でやってるんで、細く入れるの難しかったし、またそれが浮いちゃうのも変だったんで、なじませたりするのが大変で、あと薄い、全体的に薄い感じの、そのパステルカラーみたいな感じを出すのは難しかったです。今後の目標、まあ、油白の職人として全体的なことでもいいし、なんかガルとかでこんな色出したいなとかでもいいし、なんかあれば。犬のグッズが出したい。犬がいるので、うん、そういうのあったらいいなと思って、いろいろ浮かんでるんですけど、あ、絶対売れると思うんですけど。でアルトカの方も目標、何もアイディアが浮かばないから。想像力がないので。いやいや、何言ってるんですか。みんななんか本当にアーティストって感じでいろんなものを生み出してるけど、ダメだ、こんなマイナスのこと言っちゃダメだ自分が。いや、それで、ね、自分が一番売れてんだから嫌味にしか聞こえないそれ。
じゃあ今ないね。売れてないんだったらだけど。そんなね、ネガティブなこと言ってますけど。これ入れるんですか。ネガティブなこと言ってるけど、そこがまたいい。自信ないのにセンス抜群って。見てる人もこんな感じの人だと思ってない可能性があるからね。うん。そのね、パーソナルの部分を知るっていうのは、使ってる人も面白いでしょって。あ、こんな感じの人なんだなみたいな。すごい知れただけでもいい動画でしたよ。棒読みですけど、普段からこうです。確かに普段からこうですね。うん。嬉しいって言っても誰も信じてくれない感じです。目標目標まだあります。あの、今度はダークな色も出てきたいな。確かに今度ね、今度どんな色を出してくるのかな、ちょっと楽しみだな。あ、ダーク系で攻めます。それ面白いね。両方入れたりとか、ちょっとアイディア浮かばないから困ってますけど、一個だけ考えてるのがあって、それをちょっとやってみようって思います。ちょっと期待したいと思います。期待されるとできない。頑張ります。あ、じゃああとあれですね、好きな商品キークリップがおすすめです。これ使ってるやつですもんね。結構通常のこれ、もともとブルーですよね。はい、結構濃くなってる。はい、どのぐらい使ってるんですかこれ。1年ぐらい。ああ、クリームとかやりながら何も入れてない。何もやってないの。何もやってないにしてはめっちゃ傷ついてないの。本当ですか。これも染めてます、いつも。そうだね、そうですよね。うん。何がおすすめポイントですか。マグネットが強いのが一番使いやすいです。バッグとかでもポケットのとこに落ちないですよね。俺もね、つけてるけど。で、家帰ったら自分はドアのとこにバーンって貼り付けて、ああそうそう、ドアに貼り付けて、で朝出てくときにそこから取る。そうしないと俺鍵を結構忘れるんですよ。結構忘れたりしてて、で家入れないみたいなことになってたのがよく昔。それがないから非常にいい。思いつかなかった。いやいやいや、公式で歌ってるでしょ多分。すごいな、ケアしなくてもそんなに綺麗に使えるんですね。すいません。すごい、見た目も可愛い。可愛いって言葉が似合わない。そんなことない。そんなことないです。見た目もかっこいいです。止めてる途中で。どうしようかな、どこで今のとこどこの動画に差し込もうかなこれ。今の部分さっき出しの歌った。すみません、本当にもうめちゃくちゃにして。大丈夫ですよ。涙でしょ。だんだん面白くなって、だんだん面白くなってきたでしょ。だんだん緊張が解けてきたらね、いい感じ。何もいないってなんか、そうそう、いい感じになってくるでしょ。こんな感じの方なんで、あの、非常にいい方なんでね、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。 ありがとうございました。堀さんじゃなかったら最後までほとんど喋らなかった。それは嬉しいこと言ってくれるな。今月4月はいつも第2第4土曜なんですけど、4月毎週土曜日営業してますんで、で予約も必要ないので、皆さんお気軽にご来店いただければと思います。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。